皆さんこんにちは。今回はアップデまでにやっておくべきこと動画です。それでは進めていきましょう。ということでまずは原石配布量についてから。ざっくり配布量を計算したらこんな感じ。探索部分とかについては過去バージョンから算出してます。ズレはあると思うので参考程度に。細かい部分は端折りますが。探索をフルにするとこれくらいもらえて。特に何もないなら無課金は1天井分くらいかな。フリーナは前半なので。実際はここまで引くまでにはたまらないので注意ですかね。それでは、イベントとか、期限が迫ってる内容についてです。まず、シューボスについてからです。シューボスは最も好感度経験値効率が良いコンテンツです。また、今回はシューボスの追加が確定してるので。さらに、フリーナに使うことも確定なので。3回の半額のうち1回分は残しておくとベター。少しだけまとめると、フリーナ用に半額を残す。あるいは好感度経験値用に。普通に残しておくと良いでしょう。余裕があれば触媒も残してフリーナに集中とかで良さそう。続いて、ガチャの準備ですね。新キャラのフリーナとシャルロット、そして白術の素材集めを忘れなく。あとは、星4ピックアップに欲しいキャラがいるならそのキャラの素材。フリーナは新マップのボスと特産品なので。事前準備は正義の添付本集めるくらいだね。フリーナは、火曜金曜日曜の正義の本。シャルロットは、こんな感じで機械素材と青いやつだね。フリーナのモチーフはこんな感じで幻霊と魚介、火曜金曜日曜の武器素材。略術はこんな感じで。キノコンとユリユリ、3.6 砂漠のボスだね。添付本は水、土、日曜日の黄金。今からだと添付本は間に合わないかな。あとはイベント情報。一応今回の目玉のイベント。フレミネのイベントですが、参加条件はランク20とモンドクリアのようで、一応理想は水の国完結まで。さすがに、4.2 付近で始めた人は素直に、クイックスタートしてもいいかもですが、開始は11月23日。間に合うなら間に合わせたいかな。クイックスタートするとネタバレに注意かな。とはいえ、素材や原石もたくさんもらえるので、クイックスタート使ってでも参加はしたいね。流れで他のイベントも。まずは名城戦線、お試しキャライベント。こちらはランク20だけで参加可能。そして、写真イベントだね。アイコンはないけど、専用カメラがもらえるイベントのはず。ただ、カメラ自体は恒常的に入手方法が用意されてるようです。シャルロットが使うと特殊な撮影ができる機能もついてるね。こちらの実験レポートは、ランク20とモンドクリア。比較的イベントの参加条件は緩いね。稲妻で開催されない限りは、条件は基本緩いだろうね。バージョン4前半はさすがに稲妻では何もしなさそう。そして、七星召喚のシーズンイベントだね。こちらは、カードゲーム開放してれば参加できるっぽいかな。多分ランク32とモンド編クリアは、七星召喚解放の任務の条件な気がします。そして、フリーナの伝説任務。前提は 4.2 のストーリークリアですね。案の定といえば案の定。そして、メインストーリーの前提。こちらも前回のやつやってればいいだけだね。ネタバレとか気にする人はさっさとやることをおすすめします。自分はネタバレはネット見てるなら文句言えない精神。実際ネタバレ見ても正直諦めるよね。そして、ウェブイベントが現在開催中です。こちらは動画にしましたが、気づいていない人は参加をお忘れなく、40原石と素材がもらえるね。続いて、原石コード。多分アップデすると使えなくなるので、入力がまだの人は一応チェックしてください。他のこまごましたコードは多分期限終わってるので割愛。続いて、リオセスリガチャの終わりというか、腕試しが明日の16時に終わり、やってない人はお忘れなく、4.1 で唯一残っているイベントだね。続いて、壺関連です。調度品ギフトセットを揃えて、対象のキャラを壺に配置すると、そのキャラから1人につき20個原石がもらえて、1キャラあたり2個の調度品ギフトセットがあります。果実。ちなみに白術はこの2個のセットが、
対象となっているね。左のやつは対象キャラが多いので、揃えるだけでガチャ1回分くらい合計でもらえそうだね。稲妻以降は基本対象が絞られてるけど、リーウェモンドキャラは対象キャラが多いのでやる価値高いです。ギフト用のレシピについては、稲妻キャラ以外は基本的に、丸から買えるはずです。稲妻は一物ルミの珍奇な宝箱です。一応収任務について再確認で、州で調度品10個作成や鉱石20個作成、料理20個作成があるので、調度品や鉱石20個は仕込んでおくと楽かもです。そして、壺の交換と経験値は大体最大に4日かかるので、ピックアップキャラを狙う人は、意識しておくといいかもね。次はプレステユーザーで、プラスに加入してる方、樹脂報酬がもらえます。こちら、アプで前に切り替わりなので、ガチでもらい忘れは損です。6週間に一度のボーナスですね。樹脂2個、経験値本紫20冊と、正直プラスの課金料金分くらいのアイテム量はあるよね。樹脂買うとやたら高いからね。続いて樹脂の温存です。今日からできることかと言われると怪しいですが、フリーナの素材が新ボスになるので、フリーナ引く人は樹脂を用意しておきましょう。シャルロットは機械なので今から突破素材が集められますが、フリーナはアップデ後に集めることになります。ですので、フリーナ分は持っていけるとベターだね。刹那樹脂も2個持っていけると理想だね。刹那樹脂はマルトの交換でもらえるね。同じような感じですが、ポケットワープだね。正直ワープもよりにボスがいたとしても、自分は即戦闘が開始する場所にポケットワープを使います。また、今回のメロピデ要塞みたいに、エレベーターでの待ち時間がだるい場合もあるので、ポケットワープはあると便利ですね。研究所の最新部とかにも置いたりしたので、探索中はお世話になる機会は意外と多い。ホタルの素材が比較的面倒いですが、双眼巨炎だと楽。あとは事前ダウンロードが来てます。プレステは当日にするしかないのですが、スマホ PC は本日よりできるので、当日や外出中に起動しやすいように今からやっておきましょう。PC はランチャーから、スマホはストアからだね。PS については、正確には当日のメンテ中にダウンロードできるようになるかな。ということで今回は、アップデまでにやることや確認動画でした。放送の延期の都合でかなりギリギリになったけど、まだ、準備ができていない人はお忘れなく。4.2 楽しみですね、ということで終わります。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。